腹が空いちゃった。あれ、リンクちゃんじゃない、一人なの？あ、ゆかちゃんだ。家に帰るところなんだけど、お腹が空いちゃってリンクちゃん、たくさん動くもんね。ねえねえ、知ってる？最近ね、新しくできたパン屋さんがすごく美味しいって学校で評判なんだよ。パン屋さん？今から寄るところなんだけど、よかったら一緒に行く？行く行く！パン屋、パン屋、美味しいパン屋さん！オッケー、それじゃあ行こう行こう。こっちだよ。お店に入れたね。すごい行列だね。うん、この声は、あ、葵さんだ。こんにちは。後ろに並んでるなんて気がつかなかったよ。葵さんもパンを買いに？うん、とても美味しいって評判を聞いてね。でもこの様子だと売り切れそうだな。売り切れなの？噂をすればだね。ああ、みんな帰っちゃうよ。こんなに人気だとは思わなかったな。リンクちゃん、ごめんね。残念だけど帰ろうか。ん？でもでも、せっかく来たのに。くるみちゃん、もう帰ろう。お店の人も困ってるし。1時間も待ってたのに、このまま帰れないよ。そうなんですよ、こんなに可愛いくるみちゃんがせっかく並んでくれたのに。くるみちゃん！あ、リンクちゃんだ。葵さんにゆかちゃんもいる。くるみちゃんたちも来てたんだね。美味しいパン屋さんの噂を聞いて、私がくるみちゃんに教えたの。そしたらみゆちゃんにも伝えてくれて、私は可愛い2人の保護者として付き添いを。くるみちゃんと2人でお買い物に行くのはちょっと不安だったから。せっかく誘ってくれて1時間も待ったのに売り切れなんて、そんなのやだ。どうにかならないんですか、店主さん。くるみちゃんがここまで言ってるんですよ。あ、ちょっと逃げた。あ、なんか優しそうな店員さんだ。私たちこちらのパンを食べてみたいんですけど、一つも残っていないんですか？え、そうなんですか？何何？秘密の裏メニュー的な？やったー！よかったね。噂のパンを食べられるのは嬉しいよ。すごく不安そうな目でこっち見てる。じゃあいただきます。みんな、いっせーのせで食べようね。うん、ノアちゃんも食べよう。いっせーのせ。ママよ。はん。あれ、おいし
あれ？ここどこ？私何してたんだっけ。確かみんなでどこかへ。みんな？みんなって誰？思い出せない。お腹空いた。いい香り。おじさん、たい焼き一つください。わー、おいしそう。いくらですか？はいはい、150円と。ない。財布がない？っていうか、何この服？制服は？カバンは？全部どこに行ったの？いけない。なんとかしてお金を探さないと。あ、地面に小銭が落ちてる。ありがとう、神様。小銭だーな。小銭が集まるね。え？リンクちゃん？ん？だってどちらさんかね。忘れちゃったの？私よ、ノア。ノア？あ、思い出してくれた？もしや私の小銭を奪いに。いや、それ落ちてた小銭でしょ。でもそっちも拾おうとしてた。ちびます。え、何これ、かわいい。でもこれは動物？ピンクの小豚。ちびますは犬だよ。犬には見えないけど。ボディーガードだからね。チビモスは結構強い。手心加えても3ヨシノくらいは余裕。ヨシノって何？小銭を独り占めしたくて声をかけてきたんだろうけど、チビモスがいる限り私の小銭は私のもの。今のうちに帰るのがおすすめさね。だからそうじゃなくて。チビモス、ちょっぴり頑張る。おお、よく飛んだね。気がしてさ。まあいいけど、それより早く行こうよ。行く？どこへ行くの？あいつが帰ってきたんだ。え、何ここ？何って、野球のグラウンドだよ。いや、それは見てわかるけど、野球グラウンドなんてあったっけ。ここに来る途中にあった黄金のカエル像も見覚えなかったし。あ、いたいた、葵。え、葵さん。やあ、ゆか、ただいま。あれ、ゆかさんと葵さんって呼び捨てにするような間柄だっけ。ふらりとどこかへ行ったと思ったら急に帰ってくるんだもん。今回はどこへ行っていたの？
就活のために歩いて東京までね。そっか、就活にね。一言じゃないんだよね。私もノアちゃんも来年は卒業か。いやいや、ここは東京だし。それに私たちこの前進級したよね。今がずっと続けばいいのにね。無視。ねえ、昔みたいにみんなで何かしない？小学生の頃、悪を探してカッポしてたでしょ？ねえ、二人とも何の話をしてんの？それなら野球をしよう。チーム名はリトルバスターズだ。なんで野球？一度尋ねますけど、なんでいきなり野球？3年生になって就職活動をしているうちふと思ったんだ。自分は何をやっているんだろうって。自分の存在価値、自分というものを見つけられるのは世の中の誰かじゃなくて自分自身だけなんじゃないかって。はあ、それで？だから、自分がここにいることを証明するため、野球をやる。最後、意味がわからないんだけど？なるほど。よくわからないけど、筋肉を貸してほしいということね。え？そういう話？いいよ、存分に使って。私が育てた腹筋ちゃんが、うなりをあげるよ。何これ、今何の話をしてるの？よし、早速練習をしよう。ピッチャーはユカだ。ノアさんはバッターボックスに入って。私が？はあ、わかりました。さあ、練習開始だ。私の筋肉がうなる、うなりを上げる。巻き起こせ、筋肉センセーション。何それ。ピッチャーユカ、振りかぶって第一球を投げたな、なんで私に当たっちゃった。ごめんの。これダメかも。目の前が暗くなって。デッドボール。バッターは一塁へ。いや、無理、歩けないから。ノア、ここや。うちはここや。なんで急に関西弁？頑張るんや、ノア。いや、無理だって。あかん、これからや、これからや、言うてるやろ。ほら、あれ言うて。夢の中なの？もう、いつになったらこの夢から覚めるのよ！
や、私おじさんの子供じゃないけど。だから何を。アンパン。みゆちゃん、いつからそこに。アンパン、どうしたの。みゆちゃん、アンパンって何。あ、これ自分を励ます時のおまじないで、頑張れたら自分の好きなものをご褒美にしようって。さっきの声援はみゆちゃんに対してだったの。でもみゆちゃん一人で何をするつもり。一人ではありませんよ。あふー、くるみちゃん。グッモーニーエブリワン、ハブはナイスデイ。何そのたどたどしい英語は。くるみちゃんは外国にいたので日本語がよくわからないんです。英語も怪しいけど。 I'm study English、 わふー。ああ、私のくるみちゃんが一体どうしてこんなことに。わふー。何をうろたえているんだい。葵さん、ここはノアさんがその強さでたどり着いた場所なんだよ。え？どういうこと？これからノアさんは何かが起こった世界へ向かう。よく聞いてくれ。生き残るのはノアさん一人だけだ。私だけが生き残る？ああ、そうだよ。意味がわからないんですけど。そうだろうね。でもそこが本当の世界なんだ。本当の世界？そう、その世界でみんな不幸な事故に遭って。不幸な事故？私たちに一体何が。この世のものとは思えないおぞましい体験さ。だけど私たちはそのまま気を失うわけにはいかなかった。この世界はね、ノアちゃん以外の人が強く強く願って作り上げた世界なの。リンクちゃん、どこから現れたの。私たちは運命に導かれ、あのおぞましいものを口にした。ユカさんまで。ノアちゃんは異変を感じてすぐに食べるのをやめた。だから助かったの。だけど他のみんなはどうなっちゃったの。バッドエンド。え、それってつまり。私たちはあのままノアさんを残していくわけにはいきませんでした。目が覚めれば辛い現実が待っているから。ノアちゃんは過酷な現実に打ち勝つ強さを手に入れる必要があったの。じゃあ今までの悪夢は全てそのため。そう、みんなでこの世界を作ってノアさんに試練を与えたんだ。ノアちゃんが強くなれるように。どんな理不尽に振り回されても一人で強く生きていけるように。そんな。え、何この地鳴り。あれ、また野球グラウンド。もう後戻りはできないの。リンクちゃんが消えた。止まっていた時間が動き出したんです。今までありがとう、ノアさん。ミュウちゃん、ちょっと待って。こんなバカと一緒に過ごしてくれてありがとな、ユカさん。なんかかっこいいけど。サンキューベリーマッチ。くるみちゃん、どこに行ったの。ねえ、どこ。さあ早く行くんだ、ノアさん。葵さん、まさかあなたも。一つだけ
忘れないでほしいことがある。リトルバスターズは永遠に不滅だよ。だからリトルバスターズって何なのよ。ここはまだ夢の中でも、このお店は確か。ああ、リンクちゃんが床に倒れてる。それにみんなも。そんな嘘でしょ。ねえ、お願い、起きて、目を開けて。嘘、こんなのは嫌。誰か助けて、助けてよ。ここは？あれ、私何してたんだろう。もしかして気を失っていたのでしょうか。みんな、ひどい目にあったね。確か虹色のパンを食べて、それからどうなったんだっけ。あ、ノアちゃん、クルミちゃん。おじさんだ。救急車は呼ばなかったんですか？いつものことなんですか？大事になってますけど。後